はい、とキングダムハーツファイナルミックス実況プレイのパート49やっていきたいと思います。ハートレスからの素材収集もまあ一応あと残りはレアハートレスで言えば、まあ現状ピンクアガリスクとかねキノコ系が落とす素材のみになるんですけど、ちょっとこれを効率よく集めていくためにはですね、魔法をもう少し強化しないとちょっと効率あまり良くないかなっていう印象を受けまして、まあ重要なのはここにあるんですけどね、まあ、ここを攻略するよりもまず先に少し、話を、まあ、ラスト直前ぐらいまで進めていこうかなと思います。というわけで今回から、ラストダンジョンですね、最後のワールドの冒険に行きたいと思います。ではグミシップでの移動もこれ久しぶりだな。いいね。切れなくなりました。やばい。あは、散った。期待が弱えな。デスゲーズを元にやってもらってたんですけど、まともにグミシップって人になんか作ってった方がいいかな。いや、めんどくせえな。いや、これ頑張る。間違えた。前半はなるほどしよう。回復は全然出ない。これやばいだろ。あ、着いた。さて、
エンドオブザワールド。バトレスにやられた世界の破片だよ。アンセムをやっつけたら元に戻るよな。でもさ、そしたら元に戻った世界は離れ離れになっちゃうんだろ。ここにいる俺たちはどうなっちゃうんだ。ここはハートレスの世界だから消えてしまうかも。でも平気だよ。世界が消えても僕らの心は消えない。心があれば友達のところに帰れる。僕は信じてるよ。うん、そうだな。必ず返すよ。よっしゃ。お、早速素材が。あ、宝箱。進み方がよくわからん。それなりにね、レベルはアップしてきたんで、まあまあやれると思う。うわあ、乗りたい乗りたい。ゴリゴリ削れる。よっ。ラッキー。復
き荒れる風がよく手に入るけど、うん、ここで手に入るのが吹き荒れる風で、普通に作っていく分には4つ必要なんですけど、リボンあわよくばはもうちょっと作りたいんで、まあ6つぐらい狙っていきましょうか。いいね、ドロップ率いいじゃない。今もう3つぐらい落ちたんじゃない？敵も強いが、まあ無理な戦える範囲だな。ではなく宝箱から手に入るなんて、うん、とりあえず最低限の1つは集まったんで、あと2個欲しいなっていうところですね。浮いてるね。さっきのと違う。上位種。もうちょい。オッケー。なんか落とした。あ、見せるのか。いらねえわ。アンセムはどこにいるのかな。
僕にいい考えがあるぞ。一番危険そうなところに思い切って飛び込むんだ。だってさ、どこもかしこも危険そうだけどね。アイテムとかねえのかな。ロックオンできそうなものがあるわけでもないんだよね。上の方まで登ってきたけど、やっぱなんか宝箱とかありそうな感じでもない。何もなかったっけ。ねえな。じゃあそこに飛び込んでおしまい。進みでいきましょう。今更ソルジャーやった時に、ドナルドが危ない。ドナルド。ビザード。いやー、ウィザードにはぜひやっぱりあの杖をですねいただきたいところなんだが、そう簡単に落としてくれないね。
なるだけ既製品だもんな。よいしょ。宝はどこだ。ここで魔石系アイテムを一個ずつくれるっていうのはどういう優しさなんだろう。半端に優しさ出すんだったら5個ぐらい一気にさポロッとくれた方が嬉しいんだけれども、これでもか。そりゃタルばっか。これでもか。アグラバーか。こいつらが落とす素材もなかなかちょっと重要だったりするんですよね。なんもねえぞ。あった。なかなか大変な連戦だね。頭の攻撃力もなかなか高い。お、APアップだ。速攻で使います。
結構増えてたんだね。いろんな世界に行くと、なんかこう臆することなく戦えるポジラ、逆にすげえなと思う。何が起こっても不思議じゃないぐらいの気持ちでいるのかもしれないけどね。これだけ？マッシブバンパー。攻撃力高いんだけど、防御範囲すげえ狭いんじゃないっけ？ね。グビは MP の高さとかの方が重要だったりするので、これは使わなくていいかな。アイテム取っちゃったらもうここ用ないんだけども。こっちの攻撃力高くて、なんか戦闘が早い。次どこ？次どこ？グライドが使えるわけじゃないんだ。板張られてるし。いいんだ。お。なるほど、さすがにここは平和だったか。オッケー、じゃあセーブもできるみたいなんで、一旦ここで一区切りにしましょう。いや、とりあえず、ここのハートレスから手に入れられる素材が一発で、必要数、まあ、最低限な数ですけどね、集まったのは良かったかなと思います。まだまだ多分回収できてない宝とかもあるでしょうし、まあ、むしろ素材集め、むしろこっからぐらいのものもあるっちゃあるんですけど、まあ、ちょっと順調に進められているようで、安心しております。まあ、今後もね、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、では、キングダムハーツバイオミックス実況プレイパート49。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。